太陽が照りつける8月、夏本番の暑さの中、生い茂る草木から生命力を感じることができます。今週は8月の県立牧野植物園で牧野博士ゆかりの植物を探します。残暑厳しい8月の下旬、この日は客船で来航した外国人観光客の団体や夏休み中の子どもたちの姿も多く見られました。今回も広報課の橋本渉さんに博士ゆかりの植物を案内してもらいます。まず正面入り口の手前で止まった橋本さん、早速紹介したい花があるようです。ちょっと綺麗、小さい、可愛らしい花咲いてますけれども、はい、ボタンボウフという植物ですね、はいはい、牧野博士ゆかりではねちょっと違うんですけれども、はい、ちょっと今見頃を迎えていますし、うん、ちょっと有吉さんこれよく見えます？ああ、ダメ、ちょっといやいやもっと違う違う、これはいやいやすごい可愛い、いやせっかくやからいやこんな可愛いどうぞご覧ください。すごいいいリアクション驚いたのはヒアゲハの幼虫、この株だけでも3匹ついていました。この時期園内の至る所で咲いているボタンボウフ、よく見るとセリ科の植物を好むヒアゲハの幼虫も見られるかもしれません。気を取り直して牧野博士ゆかりの植物を探しに行きましょう。やってきたのはコンコン山広場です。広場の脇にある小さなデッキ、手の届くところに見頃の植物がありました。はい、ちょうど今ね見頃を迎えてるんですけれども、ビロード紫っていう名前の植物になります。ビロードっていうと生地とかによくある、そうですそうです、ベルベットのことですね。でこれ葉っぱをちょっと触っていただいてもいいですか。あ、ちょっとこう毛があるというか、本当だ、ふわふわしてるというか、ビロード感で、もうそこからですねそういう名前、ビロード紫色の花でそういう名前がついているんですけれども、牧野博士がここ五台山で採集した標本などをもとにですね学名を発表したそういう植物になります。ビロード紫に牧野博士がつけた学名はカリカルパコーチアナ。世界共通で使う学名に博士はコーチという名前を入れました。牧野植物園にとっても夏の時期に見られる代表的な博士ゆかりの植物です。炎天下じっくりと植物を観察できるように園内の渡り廊下ではミストシャワーが稼働していました。まだまだ暑い日が続きます。園内を巡る際は水分補給など暑さ対策をお忘れなく。この廊下の脇にあるのが5月にもご紹介した下木層です。牧野博士が五台山の下木層は名物と言って良いのですと手紙に書き添えるほど博士にとって印象深かった花。白い可憐な花からは甘く華やかな香りを放っていました。今の時期は違う楽しみがあるそうで。あ、本当だ、下木草、前花はご紹介しましたけどね。そうそうそう、白い、これが実？果実です、はい。へー、になります。これ中はどうなってる、種とかが入ってる？これそう、中タンポポの綿毛みたいなのがたくさん詰まっていて、でもう少し寒くなってくるとこの中がパカッと割れて茶色くなるんですけど、で乾燥してパカッて割れると中に綿毛がすっごいたくさん入っていて、へー、冬になると中から綿毛のついた種が出てきて風に乗って飛んでいくそうです。一つの植物を季節ごとに観察するのも植物園の楽しみ方の一つです。続いてやってきたのは
温室などもある南園です。こちらには早くも秋の気配がありました。でね、ちょっとあの秋めいてきた植物もあるんですけれども、これ黄色い色の植物、これね、あのオミナエシという名前です。聞いたことありますか？これは知ってます。秋の七草ですよね。うん、そうです、そうです、うんうん。やっぱりね、あのちょっと8月下旬ぐらいからですね、園内でもポツポツ咲き始めてきて、こういった植物からあのちょっとその秋の空気というか、うん、感じられるなっていうふうに思います。うん、もうこういったものも生え始めてるんですね。はい、そうですね。少しずつあの夕方とかはね、あの涼しい風もね吹いてるので、うんうん、こういうの植物見るといいですよね。なんか本当秋がちょっと近づいてきてるなっていうふうに。その他にもバレモコウなど秋を知らせる草花が少しずつ園内で見られるようになってきています。今月の頭ぐらいに比べてですね、あのいろんな植物が少しずつ増えてきたような印象ですので、あのまだまだ夏の植物お楽しみいただけるかと思います。少しずつあの涼しい風が吹くようにあの園内になってきましたので、そういった植物を通じてですね、あの季節の移ろいというものを感じていただけると嬉しいです。立秋は名ばかりと思わせる暑さ厳しい8月ですが、この時期の植物園を巡ると確実に近づいている秋を見つけることができそうです。